はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のまんです。今回の動画は、レイジーレイクに現れた謎の保険会社、ノースウェットインシュアランスが、ビジター率いるセブンの所有する会社なのではないかという考察になります。理由1、次元間移動。現在のチャプター2の世界は、チャプター1にて、ビジターがゼロポイントに隕石をぶつけたことにより、世界がゼロポイントにすべて吸い込まれ、そしてそれが、 ビッグバンの宇宙誕生のように爆発し、登場した世界となっています。この事件をフォートナイト界隈で我々はタピオカと呼んでいますが、チャプター1とチャプター2の世界の関係が平行宇宙なのか、別次元の宇宙なのか、多次元宇宙論による別の宇宙なのか、過去なのか未来なのか、現時点では何もわかっていませんが、一度宇宙が終わって別の宇宙が誕生していますので、 チャプター1とチャプター2の世界が別の世界であることは間違いないと考えられます。しかし、なぜチャプター2の世界の至るところにチャプター1の残骸が見られるのかという疑問を持つ方もいると思いますが、一度ゼロポイントに全てが吸収され、そしてそれが混ざり合い、新しい世界に放出されているので、今のチャプター2の世界に チャプター1のものが残っていてもおかしくはありません。そしてそれは、このようなオブジェクトだけに限らず、街そのものも吸収し放出されていますので、プレザントパークやソルティスプリングス、そしてリテイルの王の街がそのままチャプター2の世界に登場したようです。要するに、プレザントパークなどの街やトマトヘッドなどのオブジェクトは、このチャプター2の世界が誕生した時からあったものなんですよね。 しかし今回、レイジーレイクに現れたこのノースウェットインシュアランス。ノースウェットインシュアランスを日本語にすると安心保険という意味の保険会社になりますが、この保険会社はシーズン8からシーズン9にかけてチャプター1のティルテッドタワーに存在していた保険会社になります。その保険会社がチャプター2の世界に今登場したこと。 この保険会社がタピオカによってこのチャプター2の世界に初めから存在しているなら何も問題はありません。チャプター2の世界に今現れたということはこの保険会社に関する何者かが意図的にこのチャプター2の世界にこの保険会社を作ったということになります。そしてフォートナイトの世界で宇宙を自由に動き回ることができ、さらに 次元の裂け目を使うことにより次元間を移動できる人物といえばセブンのメンバーしかいません。このノースウェットインシュアランスにビジターたちセブンが関わっている可能性が出てきました。理由に火山の噴火。シーズン8の初め頃、フォートナイトの世界に地割れが発生し、何やら地震や噴火などが起こるのではないかという噂がされていた頃、 ティルテッドタワーの中心にて工事が始まりビルが立ち始めます。そしてパッチ8.20にてティルテッドタワーにノースウェットインシュアランスという保険会社が誕生します。このビルが出来上がったすぐ後にあの火山が噴火しリテイルローとティルテッドタワーに大きな火山岩が飛んでいき2つの街を破壊します。しかしここでこれほどまでの破壊力を持つ 火山岩が街にいくつも直撃したのにもかかわらず、この保険会社の建物には傷一つ入っていません。この保険会社のビルのすぐ横に火山岩が落ちてきたのにもかかわらずです。この保険会社のビルが一般的な常識からは想像できないような力で守られているということは間違いないでしょう。この保険会社のビルが何か 我々の知らない、とてつもない強度を誇る物質で作られているのか、もしくは宇宙を移動するほどの科学力を持つビジターたちセブンがこのビルにバリアを張っていたのではないでしょうか。ビジターたちセブンがこの火山の爆発を予知することは可能です。なぜなら、ビジターはこのビジターのテープの記録にあるように、チャプター1の世界を何度もループし、具体的には シーズン4からシーズン9を何度もループしており、同じことを何度も経験しているからです。この世界を何度もループする中で、このタイミングで火山が噴火することを知っていたビジター。火山に対する準備を事前にしていても何もおかしくはありません。理由3、シンギュラリティ、シーズン8にて火山が爆発し、ティルテッドタワーはこの保険会社のみが残り、 完全に破壊されてしまいました。しかし、しばらく時間が経った後、シーズン9開始時には、ティルテッドタワーは見違えるほど未来化した街として復活します。その復興に関わり、街を救った人物がシンギュラリティ。このシンギュラリティは、ゼロポイントの力を使い、ティルテッドタワーを未来化させ、一つ目怪物の復活を予見し、ピンクマロボットを事前に作り、そして、 自らがピンクマロボットを操縦し、あの一つ目の怪物を倒します。このキルテッドタワーの復興、そして世界を救ったシングュラリティという人物が、セブンのメンバーの一人であるパラダイムと同一人物ではないかと言われているんですよね。まあ、言われているというか、僕がそう考察しているんですけど、シングュラリティとパラダイムのスキンは、ヘルメット以外のスーツなどがすべて一致しており、 シンギュラリティはセブンのメンバーしか扱えないであろうゼロポイントを扱っており、さらにシンギュラリティのヘルメットは保管庫の中で見つかっています。こういったたくさんの理由からティルテッドタワーを復興し、世界を救ったシンギュラリティとセブンのメンバーであるパラダイムは同一人物と考えられているのですが、要するに破壊されたティルテッドタワーを復興させたのは このノースウェットインシュアランスという保険会社のお金の力とセブンのメンバーの一人であるパラダイムなんですよね。ここでも保険会社とセブンの関係が見えてきました。理由4、トレーラー動画。これは最近のことなので覚えている方も多いと思いますが、こちらのチャプター2、シーズン2のトレーラー動画にてセブンの登場が示唆されているんですよね。この木に掘られている3人の影は、 ビジターと女性であるパラダイム、そして体が大きいサイエンティストと考えられます。そしてまだ正体の分かっていない4人のメンバーがハテナとして表記されています。チャプター2シーズン2のトレーラー動画にてセブンの登場が示唆されており、チャプター2シーズン2の終了間際に登場したこの保険会社、ノースウェットインシュアランス。自分は このチャプター2、シーズン2の間、ずっとどこかでセブンのメンバーが登場してくるのではないか、もしくはすでに4人目のセブンのメンバーが登場しているのではないかと目を光らせていましたが、シーズン8からシーズン9にかけて非常に怪しい建物であったティルテッドタワーの保険会社がこのタイミングで登場したということは、やはりこの保険会社が セブンと関わりのあるものとしか考えることができません。これら4つの理由。保険会社がチャプター1の世界から次元間を移動し現れたこと。火山の噴火という大災害にも関わらず、ビルに傷一つついていないこと。ティルテッドタワーを復興させたシンギュラリティがセブンのメンバーの一人、パラダイムであること。そしてチャプター2シーズン2のトレーラー動画にて、 セブンの登場が示唆されていること。これら4つの理由から、この安心保険のノースウェットインシュアランスは、セブンの関わる保険会社であり、そしてシーズン8では火山の噴火という大災害の前に建てられたことを考えると、チャプター2、シーズン2の世界に、これから火山の噴火のような大災害が起こることを示しているのかもしれません。それが、この 悪事の首謀者であるマイダスによる何かとてつもない計画。今、このザ・エージェンシーの周りにある5つのハッチからキューブのような紫色の光が漏れていることからもマイダスが世界の存在を揺るがすような何か悪いことを企んでいることが伺えます。そしてシーズン9の時にシンギュラリティが一つ目の怪物から世界を救ったようにマイダスの 悪い企みから世界を守るためにセブンのメンバーが動き出したのかもしれません。はい、今回の考察いかがでしたでしょうか正直自分はこのチャプター2シーズン2の世界にいる誰かが実はセブンのメンバーでシンギュラリティがパラダイムだったように例えば実はジャーニーがセブンのメンバーでしたみたいなことが起こりうるんじゃないかなと考えています。以前の考察にて エイトボールもしくはスクラッチがセブンのメンバーなのではないかと考察していた時もありましたが、セブンのメンバーが正体を隠し、このチャプター2の世界にスパイとして活動しているのではないかと考えています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、フォートナイト好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。